たすれがかり。はい、どうもこんにちは、こんばんは。テンションチャンネルのつっちゃんです。温度差がまだ体験したことないけど、今回管理釣り堀に行きました。ワクワクはあるけど、まず道具が全くないから、釣り具屋寄って熊本の山本釣り具さんね。はい、まあ、この辺のスプーンだったりスピナー系がいいですね。 2.7g ぐらいいいかなと。人魚の竿とかでも大丈夫？ああ大丈夫ですよ。で結構今イワナが多いです。でイワナの方がやっぱアグレッシブにめちゃ詳しい店員さん。ニジマスとかも入れてあるんですけど、ニジマスまあまあ難しい。色はですね、はい、ゴールド系とシルバー系で押さえてもらって、ペレットが緑みたいな、はい、緑系はよく食いがいいと言ってましたね。今ちょっとどうかわかんないですけど、そういうその感じで、そういう実ったシャッター、そっちも全然、はい、いいです。ただどれぐらいの大きさなんですかね？このぐらいです。あーそのぐらいで、はいはい、スタンダードなサイズで大丈夫です。餌のところとルアーで分かれてますけど、餌とかと比べるとやっぱ断然難しいです。あった磯マグロ、でっか、これがノンスプーンです。スプーン、見ていいですか？本当や。スプーンとかです。来た時に釣れてる人がいて、これ見てテンション上がります。上がったね。なるほどですね。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。受付ってここでいいんですか？何時までですか？5時まで。ルアー大人2人。ルアーの道具はありますか？はい。場所わかりますか？わからないです。でこちら見えるところにつけておいてください。はい。終わりましたらこちらに。お店の中も雰囲気。はい。ちょっと上で、はい、ここ炭焼きの匂いがして。はい、はい。多い感もあります。はい、はい。見える範囲がルアーエリアです。はい。はい。行ってもらいます。ありがとうございます。はい。気をつけて。はい。ありがとうございます。じゃあ、釣れました？いやー、あっちで釣れる。魚影が見えたんで焦ってずっと魚影見えとる。準備完了ですよ。綺麗ですね、こう、うん、あ、綺麗。よし、どうね。魚はどこやったの？こういうとこ全部魚見えよるけんね。黒い影は魚やけどね。あ、見えるね。タモアミ持っていけない。それは後から思ったけど、ランディングネットは絶対必要ね。ラインが 0.35。 マジ聞こえてない。全く聞こえない。やっぱ川の音でさ。大丈夫。ラインが切れてしまったんですよ。救出しに行かないと。ナイスキャッチ。ナイスキャッチ。あ、ここを見よったわけね。イワナです。わかる、この手首のこの。我々は分かる。
た。ちょっとね、思った以上に引くよね。だいぶ引いた、びっくりした。そっちゃお互いに見せたいんじゃないね。これニジマスですかね。ニジマスと思います。よいしょ。十分でかいけど、そういうのこの辺もっかいした感じです。うん、あの、すごく よっしゃよっしゃよっしゃ、一瞬もう釣れとるよいしょ。ナイス。慎重に。あ、怖い怖い。ほいし。ちょっと止めます、はい、今回この釣り堀ではあの餌釣りとルアー釣りがあったんですけど、僕たちはルアー釣りをしましたね。まあ、その時間が5時間あって、でその時間内で釣れた魚は全部持って帰っていい。釣り放題だね。釣り放題でしたね。次回行った時は餌釣りしてです。よこし、あの餌釣りの方はちょっとちっちゃめらしい、うんうん、魚がね、ヤマメが多いとか。ヤマメです、ね、で上の方のルアー釣りはマスが多いとか、ね、はい、はい、もうちょっとサバック動画です。もう釣れてます。口が違うやろ、はい、これが岩中。岩なんですけど、いくらです。いくらね。だいぶ遅い。いや、今回めっちゃ楽しかったですね。ちょっと期待以上や、はい、雰囲気もすごく、はい、でも前からこう行きたいって思ってたので、はい、めっちゃいい、調べたらいいとこやなと思って。こういう施設も揃ったしね、はい、あの魚さばくとも綺麗にしてまた行きたい、はい、でこれお店の中でもご飯食べれる。自分が釣った魚も食べれるし、そのお店でも料理してます。今度は朝一から行く、はい、昼に到着したから、はい、今度は朝一行きましょう、はい、はい、今回はこんな感じで終わりたいと思います、はい、次回はまた過去編を振り返りたいと思います。はい、さあ中央編かですね、はい、はい、まあなかなか釣りに行けない状況が続いてるんですね。もうしばらくやろうね、はい、まあ、次回もきっと面白いと思うんで、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。よいしょ。こんにちは、こんばんは、つーくいチャンネルのつっちゃんです。今日は今タチウオが釣られてるというはい、ご視聴ありがとうございました。おすすめの動画は左下のボタンから、チャンネル登録は右下のボタンから、よろしければこちらからチャンネル登録お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。